日米韓、北朝鮮の言葉だけでなく行動に移るまで、行動が取られるまで、今回のこの最大限の圧力は継続をしていかなければいけないというところで一致をしておりますので、特に国際社会として今回の南北首脳会談、あるいは米朝の首脳会談によって国際社会側が失うことは、失うものはないというのが今の認識でございます。拉致問題についてですけれど、被害者家族の高齢化もあってですね、一刻の猶予もないと日頃、政府は言われていますけれども、よろしいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。